はい、皆さんこんにちは、アシスです。トイックです。じゃあね、ガガゼトさんやっていきましょう。ここ広いだけなんもねえわ。ここ広いだけ。あー、ちょっと右がある、し、ん、あ、すまん。それ、谷底に降りる道よ。よく知ってんな。ゴーレムが出てきたとこだよね。うん、歩いてきたとこだな。つまり、ゴーレムの墓場がある。いや、ゴーレムは上で倒しただろ。なんかさ、石を切るところがあるんじゃないの。いや、別にゴーレム作ってるわけじゃないだろ、ここで。ゴーレム製造所があるわけでしょ。違うだろ。なんか人がいるし、セーブポイントがある。確かに、セーブしたくていいな。うん、だって人に話行かないのか。なにこれ、毒が出てるけど。毒じゃないって。え、今入ってかなかった。ここ何？その手何？祈りを。ボタン押すなと。すまん。え、寺院ってこと？ここか。なんかあったの？私が初めてガードを務めた召喚士。うん。ここで死んだの。え、めっちゃトラウマじゃん。だな。行きましょう、ユーナ。祈り子様が待ってるわ。いいのかよ。いや、でもなんか思い人なんじゃないの、ルールの。どうだろうな。ていうか、ここのイベント自体はスルーできるからな。あ、そうなんだ。あ、確かに、ね、今下に降りようとしなかったらそのまんま過ぎちゃうからな。そうだね。毒が出てるけど大丈夫？毒とかになってない？なって大丈夫、大丈夫ではいない。じゃあ、ルールのトラウマ俺が消し去ってあげましょう。ああ、またこれ、シスが好きそうなトラップだ。敵出るし、ここで死ぬのか俺は。ちょ、待って、8700。ちょっとね、多分ね、これ強いわ、普通に考えて。強いので、逃げます。逃げろ。これ多分ね、戦ってたらね、マジで強いやつだろ、ここ。これ光ってないから動かねえな。乗る前に気づけと。これストーリー的にはさ、これ寄り道だからさ、絶対めっちゃ強いんでしょ、敵が、普通より。いや、一応ここの標準レベルってそんな変わらん。そうなの。標準がこれなの、うん、この睡眠とかで一気に死ぬ可能性あるもんね。逃げよう。あ、間違えた、ディレアタックしない。これからどんどん強くなるからな。マジか。じゃあこの辺戦ってった方がいいのかな。敵の数が少なかったりしたら戦った方がいいかもな。戦ってみるか。完全に俺今盗む体型に入ってるけど。あ、一体だ。倒そう。盗め。なんか、フェニオ効きそうだな。フェニオ盗めたけど。フェニオが盗めたけど。ちなみに、9999。バトル開始時に死の宣告をする。ああ、じゃあ、死の宣告がやばくなりそうだったら、フェニオかける。死の宣告覚えられんじゃない、決まり。あ、確かに。死の宣告覚えたいね。で、9999か。ぶっちゃけさ、ヘイストかけるまでもなくさ、ルーさんのさ、雷魔法で一発なんじゃないの。一発ってことはないけど結構減るんじゃないの。 1.5 倍だよね。3000くらい入るでしょ、これで。相性で滑ろう。あれ ?1800? 意外と強い。死の宣告きたー。ナイストイック。さあ、そして決まりがなんとその死の宣告を使えるようになった。使うようにするしかないな、アイシス。やべえ、何秒。4、早い。ここで2ターン消費されるのか。下げればいいんじゃない。じゃなくてよかったな。これ下げればいいんじゃない。盗んでから。死の宣告使える敵なんていいのか。雑魚だったら使えるんじゃないの。ああ、まあ確かにな。もうしばらくしたら、強い雑魚とか出てくるからな、単体で。下げよう。
3だったらまだ下げなくていいかな。まあ1ぐらいまで大丈夫だろ。これでユーナのさ、異界に行けなかったのね。ケアルラでさ、今大事なこと言ったね。ユーナ聞いてなかった？異界に行けなかったのねって言ってて、めっちゃ回復させちゃった。何をしよるか。ちょっとユーナ、ユーナそれアシストだよ。え、じゃあフェニオ効かないんじゃない？まあ効かないだろうな。騙されたし。誰も騙してないぞ。うわ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 。ちょっとユーナ回復させて。ちょっと強い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 けど、まあ死ぬわけないからな。早速死の宣告使おうぜ。効くか効くか。死の宣告効くの？じゃあライブラ使ってからでいい。じゃあライブラ、ライバル行こう。ライバル、ライブ、ライブラ。こんなに必死になってるし。え、効かないでしょ。クレーン、スロー。ほら、戦闘符の効かない。まあでも、自爆でワンパンだしな。やらないよ。やらないよ、やらないよ、やらないよ。じゃあここは普通にサクッとサクッと倒していこう。全員出して。通常攻撃200か。よし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 、いいんだよいいんだよ。通常攻撃が200でもティーダさんは、ティーダじゃねえこれ、誰だ、キマリか。キマリなんかどうでもいい、キマリなんかどうでもいい。ちょっと戦ったことがあったけど200。弱っ。いやいや、なんたってね、あ、スパイラルカットとチャージ&アサルトって、でもチャージ&アサルトってさ、ランダムな回だから一番いいと思う。ギーダーの当たる中で危ねえ。弱ええ。まあ通常攻撃であれしか入らないんだから、こんなもんだろ。これ一発通常攻撃より全然弱えじゃん。そりゃそうだ。とどめをさせていただきましょう。サンダラで。ウェイ。オーバーキルならないかな、千いくつじゃ。ならないね。長すぎ。いやー、めっちゃ苦戦した。めっちゃ苦戦した。で、手に入れたのがマジックスピア1。いや、マジね、敵と戦ってたらいつまで経っても終わんないので、戦わないことにします。ロスエリ、ロスエリってアイテムも、あ、そういえばあったな。いや、勝てないもん、この辺の敵どう考えても。勝てないってことはない。勝てるけどさ、お、イベントだ。なんでこんなとこに祈り子があるんだろう。確かにね、確かに。なんで寺院じゃないよね。俺に聞くか。ずいぶん前に寺院から盗まれたそうよ。え、祈り子って盗めるの？祈り子がなければ召喚師は修行にならん。修行が足らねば究極召喚も手に入らん。究極召喚がなければ真とは戦え。そういうことだ。じゃあここスルーできなかったやん。そしたら召喚師も死なない。うん、ま、そう考えたやつが盗んだんだろうな。でここストーリー上飛ばしちゃったらさ、究極召喚手に入れられないじゃん。いや手に入るよ。あ、入るの？だってここ、いや来なくても大丈夫だって言ったじゃん。分かるな。うん、アルベドってことですかね、犯人は。そういえばさ、なんか仏像を盗んだとかもあったもんね。同じような感じかな。仏像？仏像盗まれたんだよ。この世界に仏像なんてあったか。そういう事件もあったということでね。レベル2か、もうレベル2はいらんぞ。お、お、よし投げろ。エリクターだ。マジックポット。あ、なんだなんだなんだ。 HP パーねえ。日中100戦まで99番。あ、違うな。目を選んで当たりだとアイテム外れだと。え、ちょ待って、その前にさ盗もうよ。あ、目が選べる。え、これ盗んだらどうなるの。あ、持ってないんだ。当たった。なんだ、盗んでも当たった。危なかったなお前。え、何か、何かもらえた。
なるほど、こういう黒ひげ危機一発的なゲームってことね。で、これ当たりだと、どうやって倒すの？これだな。さあ、うわー、外れか。次や。これティーダワンパンで死ぬんじゃないの？外れだからな。ねえ、全体かよ。あっぶねえ。あとちょっとだったじゃん。よかった、ここまで育てててもうちょっとだった。まあ、シスのデータ全然育ってないけど。あ、の？ボス出てきたけど。さっき見たな。ちょっと開幕ワンパンで死んだ。これ待って、ワンパンで死ぬとさ、真面目な話したワンパンで死ぬとさ、トンズラができないんだよね。間違えた。ユーナで起こして、ターン来ないかな、ティーダの。てか、ここの洞窟のパーツ1パーツで終わらせる予定だからな。頑張ってくれよ、シス。なんでティーダなんだよ、だからさ。ちょ、俺はトンズラ。一角に狙ってくるな。トンザラしたいんだ、トンザラしたいんだ。待って。俺の。俺が相手側だったら、まずティーダ狙うわ。逃げる。あっぶね、あっぶね。戦ったやつよりか弱いな。強えよ。一発だったよ。これさ、祈り子の前にさ、ボス戦的なのがあったらさ、100% 勝てない。あ、そういえばさ。ん？コメントでさ、気持ち悪い洞窟でさ、エンカウントなしが盗めるって書いてあったんだけど、盗める？手に入れられるって書いてあったんだけど、ここじゃない？マジか、ここか。いやでも盗んでさ、アイテムって多分ゲットできないからさ、あれ倒すんじゃないの？マジックポットじゃない？盗めて武器防具ないんだっけ？ないと思う、今までの経験上。これ倒せるんじゃないの？まあ、真ん中のやつ倒してからだ、盗んで。とりあえずこれ倒せるからさ、これでさ、確かめてみようぜ。誰が落とすか。魔法があまり効かない。そうですか、ティーダさん。やっちゃってください。ドロップはするんだっけ。全然覚えてねえやつ。ドロップはする。サボテンダーが武器落とした。あれ、なんか敵増えてない。いや、初めから敵3体だった。2体じゃなかった。何を見てた。いたあんなやつ。何を見てたんだ。倒せてないんだけど。がよっしゃよっしゃよっしゃ。ゴーレムより弱い。ゴーレムよりは弱い。さあ装備落としたら期待値アップ、期待値アップ。メタルアーマーが誰が落としたんだ。メタルアーマー物理防御 5% 外れ。多分ベベル級。ベベルで、普通の人間っぽいやつが落とした。マジか。盗むのかな。わからない。そうなんだよ。だから宝箱からだったらいいな。出て。メガポじゃないよ。やっぱりさ、さっきアイテム落としたじゃん。あ、本だ。お前よく見えたな。アイテム落とした敵が結構怪しいと思うんだよね。あの3体のうちのどれか。うわ、セーブポイントあるってことはボス戦じゃん、これ。あ、違うんだ。機械じゃない。機械はアイテム落とさなかったね、うん。さあ、イベント、祈り子様が。ユアドの魔物か。ほら、ボス戦じゃん。シャドえベルゲビーネさん。いや、ここに住んでねえよ。えやはりあなたなのですね、ギンネム様。ギンネム様。私が未熟だったばかり
あ、異界送りされてなかったから会えなかったってこと？いや、まあ、そこにいたんだよ。なになになに？もう人の心はなくしてしまったのですね。わかりました。ガードとしての最後の務め果たさせていただきます。え、ギンネム VS ルール？いや大丈夫だ、いつも通りフルボッコだ。召喚バトルじゃないの？え、なになになにこれ、なにこれ、なにこれ、え、かっこいい。なんか出てきた、なんか出てきた。用心棒。よし、破れ、倒せ。え、用心棒の横にさ、太郎丸いるけど大丈夫？太郎丸いるけど。え、あれより強い。敵は用心棒しかいないの？左右のは敵ではないの？用心棒を倒せばもう勝ちってことだ。あ、そういうこと。うわー、マイティジーやりたいな。いろいろ組み合わせようぜ。まだ使ってないのあんだろう。じゃあ力の記憶2個で防御効果が発動したんだよ、マイティジー。うん。ってことは記憶系は結構攻撃じゃなくて防御に効くと信じて、うん、素早さの記憶2個、全員変装とかじゃない？あ、全部マイティジーなんだ。みたいだ。あ、記憶系は全部同じなんだ、種類関係ねえんだ。あ、でもさ、これでさ、超俺強くなったんだけど、勝ち確じゃん。用心棒さん舐めない方がいいぞ。見破る、ディレイアタックとか効くのかな。ワンパンディレイしてみて、その後見破ろう。あー、ここは後だな。ここでライブラって、デリュッ、おわ、見破れない。そういえば書いてあるじゃん。なんでガードしてね、ライブラ使ったのかな。何も持ってない。お前一問なしかよ。あ、お前攻撃してくんの、倒せ。え、なんでずるくない、ずるくない。俺選べないのにお前攻撃できんの。いや、まあ用心棒の攻撃だと思ってるって。お前用心棒ターン遅いから順番に出していこうか。サンダラ。音楽がね、毎週漂うわな、一応倒しちゃう前に全員出しときたいよね。人の心を失っても召喚はできるんだな。多分全部ガードされるんだろうな、これ普通に考えて。まあボスだしな。一応確認しとく、ブラバスとかで。いや、そうなんだろうな。 HP わかんねえの、怖えな。俺とお前と大五郎。言いたかっただけだな。言うな出してもいいけど、もうちょっと、決まりもうちょっとで、溜まるじゃん。溜まるな。うん。で、決まり溜めてくれよ。400。大五郎ちゃん。よし、決まり溜まった。めっちゃルールーに飛びついてくるな。やっぱルールー、おっぱいが好きなんじゃないの。あれ、何を言ってるの。お前が好きなだけだ。聞けばいいよ。地面から湧き上がると。そしてガード、引け、アーマーブレイク。その辺は聞いてほしいな。ダメだ、全部聞かないわ。石化？聞いたら笑う。臭い息だな。なんか一個くらい聞くでしょ。何一つ聞かない。せっかくのゲージが、オーバーキル要因が。なんか弱くない敵、何にもしてこないんだけど。あれか、ゲージを貯めてるのか今。あ、なるほど、ゲージをじゃあ貯め切った時にこっちが生身だと死ぬわけだな。理解したわ。てか一応大五郎にちゃんと攻撃してきてんじゃん。いや、本体がいるだろ、本体は絶対。お、覚えてなんか。
今アーロンが、アーロンじゃねえや、キマリがちょっと白魔ルートに入りかけてるくらいかな。今そこのキースペア壊したとこだね。なんでアーロンの方維持しなかったの？え、いや、なんか回復しようかなと思って。キマリはアーロンだろ。え、ユーナじゃない？何言ってんの、 HP 増えんだろう。ユーナだよ。もう多分上がんないから数えます。これどこまで、ちゃんと回数数えとけと。ちょ、ここまでしよう。あとは殴るのみ。でさ、やっぱ決まりはさ、器用貧乏にしたいからさ、いや貧乏じゃない、器用にしたいからさ、いや回復もできたらいいなと思ってて、今ユーナが意外と攻撃すると強いよっていうコメントもらって、でユーナ黒魔法使うじゃん。そうすると今度回復役がいなくなるかもしれないから、その時のためにかっこいいな、いちいち。あまりそうだな。あ、相手もバテそうだぞ。まだワンターンあるだろう。次くらいがやばいな。溜まっている。溜まったな。次のユーナターンだな。理解した。倒せんじゃね。倒せねえ。さあ、誰を肉壁にするか。実験するのやめろよ。かわいそうだろ、召喚獣が。ちょっとなんか肉壁イコールバルファールさんみたいになってて、ちょっとかわいそうだから。で、シバ様を肉壁にするわけにいかない。ごめん、イフリート。大体こういう役はイフリートって決まってるんだよ。テイルス。みんなその役バルファーレだと思ってるんじゃないか。今まで俺がそうしてきたからな。最低だなしですわ。そしておたら、俺で倒せんじゃん。行かなかった行かなかった。ザンマト来た、最強技。もう出てきた、なんか出てきた。カイエンの剣か。あれあれ、左足前、もしかして左足前。右足から出す。かっこいい。すまんイフリート、まあ、こうなることは分かっていたよ。ひでえな。うん、そのために出したからな。よし、あとは勝たせていただこう。ひたすら丸ボタンを押すだけのゲーム。あ、終わった。どこでダイゴロ。ダイゴロめっちゃ顔怖っ。ダイゴロ連れて帰ろうぜ。嘘、ダイゴロペットとしてさ、召喚欲しいな。もっと悲しいと思ってた。人と別れることに慣れすぎたのかな。強くなったんだろ。そうだね、そうだといいね。ユーナ、祈り子様はこの奥、祈りを捧げていらっしゃる。アイテムなしかよ、アイテムなしかよ。本当にもんなしじゃねえか。あ、これさ、うん、え、一回送りしてあげなくて大丈夫？なんかされたんじゃない、さっきの。めっちゃ漂ってるけど大丈夫？いや、それは表示されてるだろ、メニュー画面なんだから。おお、16万ギル持ってるね。貧乏人だな。あ、16万も持ってんだよ。おう、あ、え、ハテナがあるんだよ。ハテナから行くか。じゃあセーバーしなくていいか。あ、マップのところに左と右で確かになんかマップ見えん。これでいいのか、うん、あ、これで普通に宝箱か。エンカウントなし。あ、そうじゃないそうじゃない、フレキシブルアームだって。シスがこれでもう二度とザコと会わなくなるように。うわ、何にもついてねえ。自分でつけろと。フレキシブルだわ。フレキシブルだわ。
4つもあるから好きにやれと。エンカウントなしでもいいですよとつければいいじゃないということですか。清めの塩、清めの塩か。清めの塩どっかで盗んできてえな。場所が分かればまだいいんだけどな。あ、分かる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 。逆行こうぜ。アルベドじゃない、ベベル、ベベル。でベベルいけんだろ今。そうなんだよね。立ち入り禁止だろう。さあ、ここじゃない ?NPC ビアじゃない。装備、装備、装備。ああ、違うんだ。じゃあね、祈り子の間に行きましょう。もうめっちゃ封印されてる。盗まれてるだけだから粗雑だな。あ、何気に祈り子を、あー見たか、前回見たか、あの少年か。うん、見んの初めてかなと思ったけど、初めてではないか。え、これ大丈夫なやつ、大丈夫なやつ、本当に。消えたけど大丈夫なやつ、消えてなかったけど大丈夫なやつ。我こそは無頼の剣客、音に聞こえた用心棒、召喚士に問う、そなた何故我を求める。大五郎普通の犬になったな。あ、何を求める。召喚士としての修行のため、魔物を蹴散らす力を得るため、真に強い敵を倒すため。どれだ、三択ってことですね。うん、困った。召喚士として、うん、皆の平和のために自分の命を捧げるか、自分の快楽のために雑魚を蹴散らすか、少年漫画するか。やっぱあれよ、ユーナさんは真面目ですから。我の力を求めるならば、え、ふさわしい銭を納め、召喚するなら金をよこせ。一十百千、足りないんだけど。だから貧乏人って言ったんだよ、しすぎ。いくら払いますか、提示金。まあもちろん提示額より安いお金を渡すこともできる。十ギルで。はした金を積まれても我は動かぬわ。まあそりゃそう。話にならん。出直しても。ああそうか、今税率が高いからうまい棒すら買えないってこと？ごめん、11円にすればよかった。はい。買いましょう。さよなら。はい、というわけでね、完全な寄り道だったのかな。今回はね、ここまでにしましょう。あ、そうか、あのエンカウントなしね、ちょっともう一回コメント見直してきます、なんて書いてあったか。はい、すいません。ということでね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。